センテニアルオリンピックスタジアムはかつてアメリカのジョージア州アトランタにあった陸上競技場である。収容人数は8万5千人だった。アトランタオリンピック開催のために1993年に着工、1996年7月に行われた開会式を前に竣工した。五輪では開会式と陸上競技、閉会式が行われた。建設当初から 大会終了後に野球場として改築がされることが決まっていたため、スタジアムの観客席などは変則的な形状になっていた。陸上競技でのドノバン・ベイリーの100メートル世界新記録、マイケル・ジョンソンの200メートルの世界新記録と400メートルの2冠達成や、マリー・ジョゼ・ペレクの2冠達成、カール・ルイスの走り幅跳びの金メダルなど感動を呼んだ。パラリンピック閉幕後、 アトランタ・ブレーブスの本拠地とするために、陸上競技用のトラックとフィールド、観客席の北半分を撤去し、新たに外野席やスコアボードなどを建設して、1997年シーズンにターナーフィールドとして生まれ変わった。隣接していたアトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムは、爆破解体され駐車場となっている。ありがとうございます。